3枚の貝を使います。まずは銀貨、そして銅貨ですね、チャイニーズコイン、こちらの3枚を使ったマジックをご覧いただきましょう。ではまずチャイニーズコインと銅貨、こちらをポケットにしまいます。手の中には銀貨が1枚ですが、おまじないポケットなんと銅貨とチャイニーズコインに変わってしまいます。銀貨はポケットの中から現れます。入れ替わりのマジックです。もう一度やってみましょう。今度は銀貨を